まみさんこんにちは。今回はですね、こちら VS 魔人ブー悪のレッドゾーン、まあ新レッドゾーンですね、こちら挑んでみようと思います。噂に聞くと本当に強いらしい本当に強いらしい。うん。でも魔人ブーといえばね、まあ元気玉コンビね、元気玉で倒すととベジットね、もうこいつのカウンターで殺すと、もうこの二人は外せないってことで、今回こちらまあ純粋サイヤ人リーダーに、まあなんかブルーコンビがねいいらしいんで、ブルーコンビを連れて今回こちらで行ってみようと思います。まあアイテムはねもちろんウイスが5個しかない。品薄状態すぎるなまあちょっとねウイスがね石油リーマンショックを起こしてるけど、今回こちらで行ってみようと思います。まあそんな強いのか、本当にワザップかワンチャンワザップ説あるからね、もう今回はね油断しない、まあ油断はせずにね、まあ一発撮りね行ってみようと思います。最近なんか負けてばっかだからさ最近負けてばっかなんでね、そろそろ勝っていいところを見せていきたい。こうゴッド取らせたいよな、こうかゴッドに取らせてブルーコンビでいいね、身勝手も確定回避だね。オッケーオッケー。どんぐらいむずいんだろう本当にね、何ステージあるかすらわかんないけど、まあ魔人ブー悪だから多分あれかな、アルティメットご飯吸収まであんのかな。でもそしたら長すぎるか、さすがにあれかな、普通の魔人ブーあくまでかな、あれブー吸収した時のさ第一形態、あーこの硬さ的にそうっぽいね。もう大体敵の硬さでわかるから何ステージあるかは、まあ一部例外あるけど。でゴッツくんが590万、ゴッツくんも未だに現役リーダースキル優秀だよね本当に。純粋サイヤ人とあれ今月、まあそれがぶち込めるのが本当強いんだよね。ビーストも入るし周年キャラ全部入るもんね、ほとんど周年大体サイヤ人だから大体サイヤ人だからね入るんだよね、素晴らしいよ。でガリガリ野郎をぶっ飛ばしていくといいね。もうここは食らっても全属性が当たるんで問題なし。まあ今のところそんなに強くないね。でブルー噴気コンビが640万で噴気ビームを打ち放っていきのナイス。最近知ったけどさ、このブルーコンビってあれなんだね、通常必殺覚醒前は悟空とベジータこれ並んでる順が逆らしいよね。そういうの好きよ俺そういうの好きよ、そういうなんか覚醒前で技違うの好き。うん、もっとやってくれ。でここはさすがにない、あれ？あ、そっか、ミラヘンがいないミラヘンがいねえまあまあいいや、合体素材なんでね。あれ合体できるよね、お前。合体もミラヘンだっけ？あ、5ターン目、それ5ターン目以降70倍がいいんだよね。ああ、で、メルカリの通知が来て、行くと、まあ、ベジット早めになりたいから、ここは悟空&ベジータをこっちに回していきましょう。で、まあ、悟空&ベジータもね、行動後だったら 50% 軽減なんで、さすがに問題ないでしょう。ここは、カチカチだけど、避けるなで、食らって食らって、500万。多分この後に、なんだろう、この後なんだ？この後でもあれじゃない？魔人ブーのスリムアク、スリムアクなんて言うんだあれ。あいつが来て終わりじゃない？あれ以外あんのかな？全部出てくるのかな？次全部とガリブーみたいな感じ？わからんな。想像つかないけど、まあ、できれば元気玉、あ、そう、元気玉コンビまだ回ってきてねんか。やべえな。あ、てか、元気玉コンビ苦手属性だ。やべえな。ちょっと待って。なんかピーピー言ってる。はい、失礼。で、何発ってんだ、これ。3発目かな、多分。ナイス。まあ、これ、どうしよう。倒せ、いや、でも倒さなきゃきついか、次。で、1000万。で、ボコ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 。細い人ボコボコで細い人吹っ飛ばしてナイス。まあまあいいでしょう。次一応元気玉コンビがやばいけどやばいけど、まあまあさすがにね、まだ大丈夫っしょ、アイテム使えばね。で、あ、じゃあ、これで最後じゃないこれ。これ以外ないっしょさすがに。なんだ今、なんか発動したな、今なんか発動したぞ。俺は見逃さなかったわんな。この BGM めっちゃ好きです。
テレ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 、そんなこと言ってる場合じゃねえな。ゴッドが回避してくんなきゃやばい、これやべ。あー、お菓子が出てくんのか、それ厄介だな。で800万、まあ、アイテム使ったからさすがに。おい、なんだ顔芸すごいな。で魔人ブーを吹っ飛ばしていくと。でもゴリ押せそうだなこれ、頑張れば。でもう顔がすごいぞ、顔芸ブーをぶっ飛ばしていく、かわせ。え、これ回避無効。ああ、あれもやばい。二人仲良く死んでる。全体必殺か、それは聞いてねえな。無慈悲に外していく。え、全体必殺か、それは辛いな。ちょっとご飯未来かな。これで未来編カテゴリーのねあれが合ってるんでいい感じになるでしょう。いや正直何ステージあるか分かんないからさ、ウィス2枚使うべきなのか分かんないんだよね。まあでもこっちの細いやつはそんな強くないね。まあパッパと突破していきましょう。ファイナルフラッシュをぶち込みの480万。だ全体必殺を耐えられるかどうか、まあ、アイテム使えば多分ね、ご飯未来もゴッドゴック、でもゴッドゴックが回避しないと辛いか、さすがに。まあ、全属性ガード分取れればアイテム使えば大丈夫だと思うんだよね。だって元気玉コンビが何の上げてないディフェンスでアイテム使って88番だから、まあ、強いけどそこまで本当に化け物クラスに強いってわけではないと思うんだよね、うん。でナイス回避で、ナイス回避でご飯未来300万。まあしゃあない。でこれで終わらせる、終わらせてくれ。まあ今回は敵がね極属性なんで自滅フィールドにはなんないんでね、自滅フィールドにはなんない。で370万、違う307万。でエロすぎる、エロすぎる技を打っていく。でさすがに問題なし。で演出スキップしてるから分かんないけど多分発動してるはず、全属性ガード。まあもう倒しちゃおうこれ。まあ多分ね真ん中だけじゃ倒せないから、ちょうど極眼のベジタリーいい感じに倒せると思うんだよねこれ。でここは全属性ガードあるんで全然問題なしと。で470万。470万。まあしゃあないね、まあしゃあない、しゃあない、まあまあ気にせず行こう。で290万。まあまあまあしゃあない。こいつはあの1番手はねディフェンス上がって、2番3番手で火力上がるからね、しゃあないね。お松がねそういう性能好きになっちゃった時期あるからね、しゃあないね。1660万。でもう何が何だかわからないパンチをぶち込んでいく。おー、ナイス回心で強すぎ。もちろん回心を出すと、確定回心だもんね確か24ゲージだと。で、うん、オッケーオッケー、ナイスナイス、助かる。とりあえず極&ベジータもいい感じに回せたから、あ、結構いいんじゃない、いい感じのペースで進んでますよ。590万。で次身勝手回ってくるから確定回避あると、いいね。で極&ベジータがぶち込むと。でさてここ問題だけど、あー、お菓子になっちゃえを発動してんか。なんでこれ、ターン経過ごとにアタックアップ 100%、 最大 100% なんすか旦那。どうしようかな、どうしよう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 。まあこうするしかないよな。ゴッドゴック、いやゴッドゴック真ん中にしたくないんだよな。あーん、いや、まあ、アイテム使わせた。危な、え、ま、え、ベジータ受けなかったら死んでたよ。ベジータ受けなかったら死んでたわ。何この子、本当にさ毎回毎回危ねえとなった時にかわしてくれるんだよねちゃんと。まあさすがに大丈夫。お、え、ベジータ受けなんか死んでた、絶対死んでた、全属性ガードもなかったし。え、マジベジータがすねすごいんだよ本当に最近。過去のショート動画に上げてるんだけど、まあ普通の動画でも出てるけど、
本当にね、絶対死ぬってところで必ず避けてくるんだよ。いやマジで本当にキラビジがこのゲームやって本当に好きになった。キラビジの強さ正直分かってないけどね、あんまり、あのアニメ内の強さ、ブルー海洋剣より強いっていう設定なんかな、さすがに。どうなんだろう、そこ分かんないんだよね。そう、あのあとね続編がないからさ。でさすがに大丈夫なはず。うわ、ナイス回避、ナイス回避。あー、よっけ、よこんだけかわせ、あ、よっけよっけよっけ。うわ、さすがに大丈夫。あー、本当にもう心臓に悪いわこのゲーム。で、あー、いいね。じゃあここで負けるわけにはじゃない、ここで引くわけにはいかねえんだ。カカロットの言う通りだ。いや、もうここアイテム2枚使おう。もう先制で撃たれて発狂する未来が見えるから、うん、まあこれでいっか。ねじき玉取って追撃を伸ばしていきましょう。で、さすがにアイテム使えばブルーコンビ全属性ガード残ってるし、ご飯未来もディフェンスあるし、え、これ確定一発かな先生。さすがにアイテム2枚使ったんで、よかった。あ、そっか、ご飯未来大丈夫か。マジか、ブルーコンビ食らっちゃうんか。あれ 50% 経験、あれ 50% 経験発動してねんかな、まだ分かんねえな、分かんねえけど、まあいいや、もういいや、殺せ。もういい、お、考えるのをやめた。カーズ状態になりました、マジで。で、うわ、ナメプしていく。ナメプ癖が出てる。なんで、ナメプ癖が出ちゃったんだけど。730万。まあ、さすがに、まあ、でも次のステージあるとしたら、やばいんだけど。え、もうさすがにもう終わりだよね。さすがに。で、470万。さすがにこれで終わりだと信じたい。信じたいというか、それじゃなきゃもう無理よ。仮定し。で、ペチペチ。ペチペチコンビがペチペチしていく。で、ビルハンの仕事を増やしていくと。で、ご飯未来もさすがにまあ大丈夫だけど、さすがに終わりだよね。この後はアルティメットご飯ないよね。さすがにないよね。さすがにないはず。で、いいね。ご飯未来が頑張って、もうここエロい。で、ここもエロすぎると。本当にエロい。うん。まあさすがに大丈夫。必殺2発あっても問題なし。で、まあここ復活もできるし、見極めもできるんで、まあ、見極めていくか。先手じゃなければ、ベジットで殺す。オッケー。もう先手じゃないんで殺します。ベジットに殺してもらおう。原作改変してもらおう。もうベジータとね、悟空が、悪ブーを倒すというエンドを見せてもらいましょう。130万の、確定回心じゃないけど、まあ回心を出すと。で、130万の回心。で、いいね。必殺で決めていく。で、終わりだよね。さすがにね。さすがに終わりだよね。さすがに終わりだよね。よかった。よかった。よかった。はい、というわけでね、見事。まあ一回負けたけど、勝つことできました。結構すんなり勝ったんじゃない今回。珍しく。珍しく。まあね、いやでもこれさ、あれミッションあったよね確か。なんだっけ、何の縛りだっけ、時間制限。あ、魔人ブー、あ、まあまあ、頑張れいけるかな。運ゲーだけど。運ゲーだけど、めちゃめちゃ。はい、といった感じでね、今回終わりにしたいと思います。ちなみに、チケットは何が引けんの、あ、へえ、魔人ブー編。まあこれは別の動画か、まあショーとかなんかな、出そうかなと思います。といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。